子どもたちが待っているのはサッカー日本代表堂安律選手。今回の〇〇力は彼の隠れスキルを深掘ります。いただきます。よろしくお願いします。今日なんか子どもたちに何を一番伝えたいみたいなことってありますか？嘘つかずに厳しい世界なんていうのは伝えたいし、なんかこう子どもたち用に言葉を作るんじゃなくて、その難しいことも伝えようかなと思います。難しいこと、彼らが今理解しなくても将来こうああいうことだって分かってくれればいいと思うし、小学生の時には理解できないようなこともまあ伝えれたら後々人生に生きるかなと思うんで、そういう話ができたらなと思います。お話しすることとかってもう頭の中で全然決まってます。もうじゃあアドリブで、決めたら僕話せないんですよ。あ、そうなんですか。僕一人語りすごい苦手で、もうその時に出てきた言葉を話すのが得意なんで、何も考えてないです。今日でも MC がお兄さんってことでやりやすい。兄貴緊張しました兄貴が緊張してた小学生の頃から今は大事にしないと絶対プロになれないかなっていうのはちっちゃい頃から言ってたんで。小学生で。そうです、そうです。それを言ってた。それ、それはすごいなと思いますね。小3ぐらいからも言ってたんじゃないですか、とは思うんで。どんな気持ちでさ、話したの？いや、俺はもう一つだけでセレッソを見返すっていう。もう小4の時に落ちたから隠さず、全くこびない言葉で、丸めずに伝えてるからだと思います。みんな流されてる人が多すぎるんで、なんでそれ言わないの？もちろん嫌いな人も多いですもん、だから。新 R25 の新番組丸々力、著名人の隠されたビジネススキルについて密着取材で深掘りし名前をつけていきます。今日取材陣がお邪魔したのは堂安選手が開催した小学生向けの講演会。まずは堂安選手主催のサッカースクール代表のお兄さんに彼の隠れスキルについて聞いてみることに。今日は、堂安選手の知られざるすごいところっていうのをお伺いしたくて、堂安選手とこう普段接していて、プレー以外のこうまだあんまり知られてないけどすごいと思うところみたいなことがあったら教えて。彼はね、好き勝手言うのが仕事だとある意味ね思うんですけど、その中で好き勝手言ってるんですけど面白い発想が多分人が思わないこと結構言うと思うんですよ。例えば、なんていうんですかね、ここでそれ言うみたいな、結構あると思うんですよ。僕らからしたら怖いみたいな、家族からしたら、なんでそれ言うかなと思うことも多いんですけど、そういう、発想力というか、メンタルの強さというか、何でも思ったこと言うところというか、その辺はすごいなと思ってますね。なんでそれ言うかなって思った時なんかあります？いや、もうしょっちゅうですよ。しょっちゅうですよ。弟やって、それこそね、本田圭佑さんにツイッターで言ったとかもあったと思うんですけど、でもあれは本人からしたら思ったことを言ってるだけであって別に間違ったことを言ってないっていうんで、そこの言葉の力というかすごいなとは思いますね。なるほど、目立ちたがり屋ですね。堂安選手のその言葉で記憶に残ってるものって何かありますか？なんか兄が言うと気持ち悪いですよねずっと言ってるのが、今を大切にできないやつは夢は一生叶わないってのはずっと言ってますね。それこそ小さい頃からもちろん日本代表になるとか、チャンピオンズリーグで出るとかいろいろ言ってますけど、それはずっと昔から言ってて、その中でも小学生の頃から今を大事にしないと絶対プロになれないかなっていうのをちっちゃい頃から言ってたんで。小学生で。そうです、そうです。それを言ってた。そうです。それはすごいなと思いますね。小3ぐらいからも言ってたんじゃないですか、とは思うんで。僕は小6だっても思わなかったんですごいなと思いましたね。すごいですね、小3の弟がそれ言ってるのを見て。どう？いや、それがまた面白いのが、その時の僕ってまたアホなこと言ってるわとか思ったんですよ、正直。だからもう大きなことばっかり言って何言ってんねんって思ってましたけど、でも叶えてしまったから、
それこそね、言霊があるって言ってたと思うんですけど、はい、本当にあるんやなと思って、ありながら恥ずかしいですね、ちょっとね。小6の時そう思ってた自分が。そうです、何言ってるの子供が言ってる、弟が言ってる、はい、まあ、ただの大きな子供が言う言葉やなってぐらいの感じなんで、はい、ちょっと驚いてますけどね。なるほど。え、いつの間にここまで来たのって感じですね、本当に。恐ろしいです、本当に。いや、わかんないです、僕。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。久々のこういう感じだから、ちょっと慣れへん。お兄さんが教えてくれたのは、堂安選手が子供の頃から言葉にこだわり尽くしていたこと。プレーだけではない言語化力についてさらに取材を進めます。ここからは堂安選手の言葉に着目して講演会に潜入してみることに。どんな言葉を発しているか要注目です。たくさんお話して、あのいい機会にできたなと思います。よろしくお願いします。一番、大きな壁で、まあ、悔しかったし、特に悔しかったのは俺の知り合いがセレッソ受かって、で、俺が落ちたっていう、もう一番分かりやすい負け敗北を知って、イライラしたし、なんで俺じゃないねんって思ったし、それが大きかったかな。その時って実際落ち込んだ？いや、落ち込んだというよりもムカついてた。ああ、そうやな。なんで俺じゃないんですか。え、そうや、もう、そう。どんな気持ちでさ、話したの。いや、俺はもう一つだけで、セレッソを見返すっていう。もう小4の時に落ちたから、小6で、みんな分かってても、ジュニアユースとかあるやん。その、ジュニアユースに上がる声をセレッソに声かけてもらうっていうのを目標にして、絶対にセレッソを見返してくれるんだけど、そんななんか、もうその2年、3年間は、その思いだけだった。目標がもう明確になってて、もう俺を落とした人を絶対に見返してやるっていう、そういうあの負けず嫌いはめちゃくちゃある。実際にセレッソは負けましたか。話は来たけど、そのことありましたね。すぐことありました。10番をつけた時の気持ち聞きたくなった。日本代どんな気持ちでした。いや、意外とはこれって嬉しいというよりも、やばい、なんとかしないと、俺頑張らないとっていう、あの責任感の方が大きくて、みんなあのさっき夢のこと、夢について語ってるから話すと、夢って近づいていくときが一番嬉しいね。ワールドカップ、俺はサッカー日本代表の10番つけたりすると思ったし、ワールドカップで2点取った後、それに少しでも近づいた感覚があって、その時が一番嬉しい。でも夢が叶った時って意外と嬉しさというよりも責任感とか次の夢を探さないとっていうのがそういうのに駆られるから、今まであんまり感じたことないちょっと感じだよな。その夢は根拠のない自信ってめっちゃ大事で、根拠はなくても俺はサッカー選手になれるって俺は小学生の時思ってたし、なんでそんなこと言えんのってみんなに言われてきたけど、いや分からんけどなれそうみたいな。それは今でも一緒で、絶対俺がじゃあ日本代表で活躍するのももちろん練習してるし、いろいろ頑張ってるけど、根拠がなかろうとそれは言い続けて、そのプレッシャーは控えようかなって思って。ここまでのお話をもとに、いよいよ言語化力について堂安選手本人に直撃。短いインタビュー時間の中、一体どんな内容が聞けるのか。そうですね、言葉、その感情に一番合ってる言葉は選びたいとは思ってるので、はいはい、あの言葉選びとか、はいはい、語彙力みたいなのは、好きですね。結構あの人のインタビューを聞くの大好きで、あ、そうその上手な言葉を、はい、語彙力を使って正しい表現をしてる人が好きで、とか作詞とかすごい勉強、あの作詞は歌詞、はいはいはい、すごい勉強になるので、結構歌とかも、はい、歌詞見ながら僕見たりするんですよ。その時の感情に正しい言葉を、はい、あのピックアップして言いたいなとは思ってますけど。ツイッターで書かれてた逆境大好き人間って、はいはい、ああいうなんかパンチラインみたいなのが、みんなに多分皆さんに届きやすいのは、はい、あの隠さず、あの全くこびない言葉で、あの 丸めずに伝えてるからだと思います、はいはいはい、あの普通、まあ、あの伝える人って結構やっぱ教科書通りじゃないですけど、はい、伝えたいことがあってもうまく丸めてあのオブラートに包んで話すと思うんですけど、はい、まあ、僕は結構その時の感情をそのまま伝えたいので、なるほど、
まさにワールドカップ後の俺しかいないっていうのは、はい、素で出てきた言葉なので、普通は僕があのチーム助けようと思って僕が頑張りたいと思ってましただったと思うんですけど、はいはい、いや俺しかいないっしょそれもうそれは僕はそっちの方が聞いててもスッと入ってくるし、このインタビュー教科書聞いたことあるわみたいなインタビューは好きじゃないんで僕聞いて、そうはなりたくないなって思います。まあ、みんなが俺のキャラを知ってるから俺からはそれを求めてるんだろうなって思いながら話すときはもちろんあります。なるほど。堂安律っていうキャラクターを求めて来てる人たちもいて、もちろんその堂安律っていうのを演じて言葉を選ぶのがほとそっちの方がほとんどですね。なるほど、はい、コロナ禍 の, あの東京五輪の時に、はい、あのトップアスリートは意見をはっきり表明する責任があるっていうふうにおっしゃってて、それも結構気になってて、そのなんか意見をはっきり表明することのメリットっていうのは何だと思ってますか？リスクはありますよね、それで言ったら。やっぱりそのリスクもある中ではもちろんそれは分かった上で話してはいるんですけど、はい、それって何かこう絶対メリットがあるはずだと思ってこう強い言葉を使うとか、リスクはあるけどあえてそれを言うんだっていう、やっぱ少数派でいたいので、はいはい、はい、ほとんどの人が右行ったら僕は左行きたいタイプなので、マネージャーさんが大変だと思うんですけどちょ言いたいんやけど言っていいみたいな。あでもそこをはっきりその発言することがこうなんか自分のイメージとか、まあ、選手としても絶対プラスになるだろうっていう、はい、だし なんでみんなの意見ばなんか流されみんな流されてる人が多すぎるんで、はいはい、なんでそれ言わないの、言えよって思いながら、そみんなそんないい子ちゃんじゃないじゃん、はい、いい子ちゃんは絶対いないと思うんで、みんなやっぱ人にいいと思われたいからやってる人がかっこいいと思わないです。思ったことを言う人がかっこいいと思うんで、そのなんかはっきり意見を表明することでご自身にプラスになってることとかってありますか？大好きになってくれる人が多いです。やっぱそれをもちろん嫌いな人も多いです、はい、だからやけど僕のことを好いてくれる人もは本当に好きになってくれるし、なるほど、はい、極端に分かれるタイプかなと思います、はい、最後さっきその囲み取材でなんか言ったことが絶対叶ってるんだみたいにおっしゃってたんですけど、それってなぜだと思いますか？まあ、なぜってすごい真面目なことで言うと、はい、言ったことを周りの人がすごいサポートしてくれます。僕は多分生まれつきすごい人にとの巡り合わせがすごい良くて、小学校の時から中学校から恩師もそうだし学校の先生もそうだし両親もそうだしとか周りに僕の周りにいる人がめちゃくちゃサポートしてくれます。それは巡り合わせが良くて、はい、でその夢を絶対に自分一人じゃ叶えられないっていうのは分かってるんで、それを言うことで周りの僕を協力してくれる人が一緒の船に乗ってこうその夢を叶えに行ってくれるみたいな感覚ではあります。だからこそ最初に自分がこう夢とかを、確かにそうかもしれないですね、確かに公言しないと同じ一緒に戦ってくれないですよね、うん、もしかしたらそうかもしれないですね。最初の発言が大事なんだ今思いました。言えば確かにそれはいや優勝したいって言えばワールド国民の皆さんは絶対応援してくれるし、その夢を確かに言うことのメリットはそれですね、うん、そのを一緒に応援してくれる人がはっきり自分がここに行きたいって言ったらそれにサポートしてくれるというのは有言言霊っていうのはもしかしたらそこにあるかもしれないですね。いいこと学びました、そうですね、まあ、やっぱり10番は誰からも認められて大事な時に日本を救えるようなチームを救えるのが僕は10番、そういう選手が10番をつけるべきだと思っているので、僕はまだまだそんな選手になりきれたいのは、うん、もちろん理解してますし、それを似合うような10番男にさせてくれる、成長させてくれる数字になるんだろうなと思いながらつけさせてもらってます。なんかいろいろやってお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。堂安選手の言語化力は夢を実現するための強力な武器になっている、そう感じたのは僕だけでしょうか？新 R25 ではこれからも著名な方の知られざるビジネススキルに名前をつけていきます。次回の〇〇力もお楽しみに。
はい、ありがとうございます。